はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回信長の野望大使真田幸村プレイ続きをやっていきましょう。まあ、前回蒲生氏郷と開戦しているんですけども、今回もその続きになります。でこの辺り今謙信とかと交渉を進めているんですが、ここはもう同盟ありきの兵糧外交です。得意のね、この後また蒲生に出兵していきますので、そのための兵糧集めですね、それをやっているっていう状況になります。報告いたします。蒲生とは今停戦中なので、停戦が解け次第開戦に及んでいきたいんですが、開戦できる状態にはまだないよね。講和直後なのでもう2ヶ月ぐらいかな、必要になると思うんで、その間に歩兵等々を仕掛けておきましょう。歩兵は入ってるね。まあ、残りの蒲生の城は2つなので、これは一気に飲み込んで、この後どこを攻めるかっていうのをね、ちょっと考えながら戦っていきたいんですが、北条と兄貴信行が戦ってるんで、ここは信行側についておきましょう。となると自然的に今度は戦う場所が決まってはきちゃうな。黒川城しか兵が挙げられないなら黒川城の兵を貸してあげる。代わりに見返りとして鉄砲、金銭。まあ鉄砲だな。よし、氏郷の方から開戦してきたんであれば、願ったり叶ったりだな。ちょっと待ってね。真田って、こっちの真田？信行と義重も戦うのか。ここは兄貴につくのか、義重につくのか。まあ、ここはどっちにもつけないよね。まあ、いずれにしても、急いで、蒲生に、出兵したいんだけどな。このままだと、信行が潰されてしまって、その分、他が、ここで言うと北条が強くなっちゃうんで、それは避けたいですよね。この策はいかがでしょう。施策強化3は入れておきたいけど足りなそうだな。そうなると合戦に有利なものを入れておく方がいいよね。本当はね、ホロ州とかの方に割いていきたいんですが、鉄砲の脅威があるので先に鉄砲の脅威を取り除いておきましょう。蒲生はまだ無理、もう1ヶ月かかるかな。よし、これで蒲生に開戦できるんで、報告いたします。蒲生に対して戦線を布告していきましょう。まだできない、もう1ヶ月かかるか。その間に兄貴信行が持ちこたえてくれればいいんですけどね。蒲生が城を取るのはちょっとやめてもらいたいんだよな。せっかくね、ここまですり減らしてるんで、このままの勢いを維持したいんですが、報告いたします。今度こそ先制布告できる。よし、真田の戦略味わうがよい。早速兵を出しましょう。蒲生が城を取っちゃってるからな。まあ、宇都宮を取ってまずは分断する。出陣します。ね、蒲生がさらに城を取るのか。よし、義重も
宇治里に参戦した。もちろんここは義重につくんで、ただ義重に城を取られるのは避けたいんだよな。沼田城城と拒否だな。全ての城をもらい受ける。報告いたします。これを見る限りだと佐竹が沼田城を今取りましたよね。北ちゃんの言うことは無条件でしょ。あとは商業系で言うと負けたな。あとは商業と合戦系でメインで行きたいですからね。ホロシュー行きたい。あ、ホロシューも取ってあるじゃん。じゃあ先方提案にしる。であとは投資の極意掴んでもらおう。投資の極意を、まずは目の前の佐竹を城を巻き上げていきたいんで、こっからですね。宇都宮を取って、報告いたします。義重がさらに城をかすめ取りに来るか。しょうがないね。問題はこの後なんですよね。北条に向かうか、兄貴の地盤を引き継ぐために兄貴を撃つか。まあ、ただもう真田も風前の灯火。美濃和城を取っても微妙だけどな。この後北条とことを構えていくしかないか。ただそれにしたってちょっと兵端が伸びすぎるな。この城は我らのものです。行きましょう。ではそのまま最後の美濃和城攻略に向かいましょう。ガモー氏里は配下に加えたいからね。どっちが先に取り付けるか。報告いたします。表情始めるとしましょう。よき考えだな。まともな意見言わないな。当家の行く末、これもう一回考え話し合いましょう。させ直そう。よき考えだな。これにて表情を終わります。行動増加、これは大きいですね。策がございます。さらに先方提案の2も入った。行動増加と先方提案には積極的に入れていきたいけど、行動増加はどうでしょう。多分まだいけなかったよね、今見たら。いけないね。まずは先方提案を入れておいてだ。反関係は足りない。軍事がプラ、あと15必要ですね。じゃあこれは次の表情までになんとか貯めてもらいましょう。でだ、問題は、どっちが先に美濃にたどり着くかだ。佐竹と競争になってます。よし、こっちが先に取り着いたね。これであれば、こちらの城になるはずだ。報告いたします。これでちょうど米がなくなるんで、一旦兵を引いてことなきを得られるかな。北条と合戦に及ぶことになるのか。どうする。北条と戦うってなってもな、まともに戦って北条相手に勝てるのか。まあ、いずれにしろ美濃を取ってからですね、全ては。甘く見ていたようですね。で、全員投与すると。芦名に勇気、それなりにやっぱり武将が補充できましたね。戻ります。
農場がいきなり海鮮とかやめてほしいよね。そうならないようにちょっと北条の動向だけは常に気を配っておきましょう。特に兵糧が今ないから出兵したくても出兵できないっていうね、そういう状態になってしまうんで、まずは配属です。今取った城たちに武将を入れておきましょう。まず最前線なんですが、ここにはまあ、氏里を入れておく。蒲生一族を入れて、そこで敵をちょっとね、牽制してもらいましょう。かしこまりました。で、さらに宇都宮にも、アシナを入れておく。会津にはそうだな、会津には誰入れようかな。北ちゃん入れとくか。今ね、相馬と北ちゃんかぶっちゃってるんで、ちょっともったいないといえばもったいないですからね。あとはじゃあ秀康あたりを入れておいて、はい、歩兵は移民しない、配属も移民しない。いいね。これで、ちょっと、兵糧が足りないんで、しばらくはおとなしくしてなきゃいけないんですが、各国の状況だけ見ておきますか。まずは、長宗我部がやっぱりどのシナリオでも結構勢力ちゃんと維持しますね、長宗我部。あとは信長、家康、北条。このあたりかな、強いのは。で、この後我々は信玄とは今同盟結んでる状態なので、北条と戦うことになるんですが、家康とはちょっと、よしみを通じておいた方がいいね。親善の大使を送りましょう。かしこまった。浅井ともよしみを通じておく。承知いたしました。で、北条と戦うんであれば絶対に開戦したくない兄貴とは兵糧の外交を展開しておこう。あと歩兵だな。最前線の箕輪で歩兵をかけておいて、多少なりとも鉄砲買っておきますか。ちょっとお金に余裕が出てきて、今のうちに始めるとしましょう。よき考えたな。さすが宇治佐ということはよき考えたな。ちょっとね、軍事15獲得して官関係、利関係かな、入れときたかったんですが、まあそれはしょうがないですね。で、渋江伝法で読みが立ってるかな。策がございます。兵糧の収入がアップするんであれば、これはぜひともやりましょう。できないと。できない理由は確認しとこう。そもそも足りないってやつだな、農業が。じゃあ金集めに精を出しましょう。国力とかちょっと見ときますか。そうすると、北条は兵数が10万超えか。雪村とほぼ拮抗してるわけだな。謙信と佐竹と
なるほど。この辺りがじゃあちょっとみんなで一気に攻めましょうよみたいな、そういう雰囲気が出せればなんとかなるね。同時にやっぱりみんながね、進行していかないと。アントーケとの止めが切れたんで、アントーケとは、あと上杉とも止め切れ。ここはしっかりいつもの得意の兵糧外交で、兵糧を得つつ同盟を維持しましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまった。かしこまった。あとはちょっと危険な身の輪はかしこまった。あとは城も作っておきたいな。中禅寺古城でも作りますか。はっ、スキルだ。安藤家上杉とは同盟を結んでしまいましょう。兵糧もゲットと。問題はこの後なんですよね。まあ浅井はもうこれ最後の外交になるかな。きっとね、滅ぼされると思うんですよ。残念ながら信長に。取引を行いましょう。ありがとうございました。おっと、兵糧購入したいんじゃなかったんだけど。の通り。まあ、今更だな。かしこまりました。しちゃったんで。まあ、それありがとうございました。問題は交渉で。違う。交渉相手が家康だ、家康。はっ、あと朝倉、うん、浅井。浅井はね、はもう生き残れないと思うんだよね、信長に攻められたら。さあ、北条がどっかと戦を始めてくれるといいんだけど、義重 VS 北条。これもちろん佐竹に作る。いいよ、全然使って。かたじけなし。上杉 VS 北条、これもちろん上北条につくでしょう。となればこれはこちらもこれに便乗しよう。北条包囲網、の軍略味わうがよい。でもちろん行軍していくと。狙うはどこにする。お市場は一番近いところで言うと平井城にする。平井城に45,800、これ行こう。この雪村に続け。
報告いたします。先月の収支です。北条に対して今ね、表情佐竹始めるとしましょう。上杉で我がさなだと三家が合同でことに当たろうとしてますからね。これにて表情を終わります。策がございます。策がございます。干ばつ被害か。これは確かにやっておきたいな。結局兵糧不足に陥りますからね近々。梅津さんの残してくれた手記に基づいてしっかり干ばつ対策入れておきましょう。北条軍バス佐竹軍、これどっち勝つ。佐竹軍が勝ったか。さすが義重だな。鬼義重本当に強いですからね。家康との交渉は同盟を結ぶ代わりにしっかりと兵糧をもらい、さらに最後の財布を兵糧をもらっていきましょう。いやー謙信強いね。国民が謙信の手に落ちますね。これはこっちも負けてられないな。どんどん関東に進出していかないと。ここでまた氏康と謙信だな。ここでどんどん謙信がね北条軍の主力を撃破してってくれると助かるな。さらに氏政の本体も謙信が撃ってくれる。いいね。このまま順調にいけばほぼほぼ野戦なしで城いつかかすめ取れそうですね。謙信との同盟はもう強固なものにしておく必要があるな。謙信とは交渉で婚姻しよう。大輔に戦闘員待って、大輔に戦闘員ってさ、ありこれ。ちょっと年齢見ましょう。年齢見れないけど、戦闘員ってだって謙信のお姉さんとかですよね。で大輔は雪村の息子なんで、年がどうだら30、40離れてんじゃないかな。とんでもない結婚になるけど、これにしよう。それほど今両家の絆を強くする必要がある。30歳離れた結婚、年の差結婚ですね。謙信がね関東に出兵してるんで、神妙の覚悟見せたか。よし、依頼は取ってね。かたじけない。とんでもない、行くぞ。結婚を押し進めようとしてますからね。じゃあ押し城、宇治テルと押し城で戦いたくないな。まあでもどっかでは戦わないといけないんで戦いましょう。使いの者が来たようです。北条からか。兵糧1万6000人、これは拒否だな。今は城を取る方が重要なんで。で上杉との30歳の年の差婚、報告いたします。30歳以上離れてるかもしれない。成り立ちましたんで表情始めるとしましょう。なるほど、よき考えだな。一つ考えがある。一つ考えがある。お、無兵装の強化は早速入れたい。無兵装は多いですからね。あとは軍馬の流通や鉱山開発を先に入れましょう。で、お金を使って行いましょう。鉄砲、ありがとうございました。軍馬、ありがとうございました。ありがとうございました。包囲するぞ。ウジテルは謙信が戦ってくれるね。
氏康自ら来てる。ことじくな、まだ果てるわけにはいかぬのでな。武将師匠取ったね。さあ一門衆はことごとく切り捨てよう。特に北条の一門衆強いからな。この後合戦がもう続かないって言うんだったら全然逃がしてあげるんだけど、合戦が続く以上はね、倒しておかないと厄介なことになるんで。己を信じて前へ進め。包囲するぞ。報告いたします。剣心は何、兵を引いた、もしかして。取引を行いましょう。もうちょっと荒らしてほしかったんだけど。ありがとうございました。大谷と浅井の合戦か、まあ、ここは浅井につこう。やっぱり佐竹、上杉、真田の3家で北条に当たれば、まあここまで一気に合戦を進められたっていう事例を見てみると、他のプレイで苦戦しているところもね、こういう戦い方ができればいいんじゃないかって思うんですけど、いかんせんもうこういう今みたいな、いくつかの勢力が拮抗している状況じゃなくなってきてるんでね、そこがうまく機能しないかなってところなんですよね。浅井の命運を尽きるのは柴田からも先生に押されてる、まあ、柴田はこの後上杉と多分合戦になるんで、ここは浅井についておいてもいいでしょう。浅井の命運を尽きたのは今の雪村がもらい受け、今の合戦で負けた時点で。さあでは雪村はさらに関東へと兵を進めましょう。江戸だな、江戸出陣する。包囲するぞ。報告いたします。表情始めるとしましょう。さあここはまともな意見を出すやつがいないな。もうちょっとなんかみんな頑張ってほしいよな。当家の行く末話し合いましょうぞ。これにて表情を終わります。策がございます。領主数増加も入れておきたいね。まあ今まだまだこの真田家は米が欲しいところなんで、農業も言ってもしっかりやっとかないといけないんですよね。論議がめっちゃくちゃ余ってるな。反関係は入れよう。さあ江戸城の戦いに勝利できれば関東での拠点としても十分ですからね。雪村さんいれば上杉と北条が一旦は僕これは見逃せないな。報告いたします。さすが雪村ってとこだな。江戸城も取れる。不釈神妙の覚悟見せたか。片付けない。さあ雪村さらに進めるとこまで進みましょう。いやーただここはちょっと無理か。一旦兵を引いて江戸城で防御を固める。まあ兵糧もなくなってきたし、どうするか。
真田丸が解放された？ちょっと見ときますか、真田丸じゃあ。籠城戦で、強行に対する反撃が強くなると。なるほどね。江戸城はこれからしばらく防御の拠点になりそうですからね。報告いたします。そしたらまずは、いつものように鉄砲を買っておきましょう。軍馬も買います。ありがとうございました。で、ここから先なんですが、まずは交渉ですね。兄貴には米をせびりましょう。でその上で、配属ですね。配属いないところが結構あるんで、まず最前線の江戸だな。江戸に統率の高い武将を入れておきたいんで、どうする？南部を入れる？南部を。あたり手城的な感じになっちゃってて救援が間に合わない可能性もあるんで、まあ、しっかりとね、それなりにというと語弊がありますけど、戦える武将を入れておきたいんですよ。どうしようかな。小高から、それなりに戦えそうな武将を入れておきたいんで、この二人を入れよう。北条との戦いはしばらく続くように、もう一回ぐらいはね、結構際どい戦いを多分しなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。なので、その時に備えて前線は、それなりの武将をやっぱり入れて安心しておきたいんですよね。まあ、ここは誰でもいいかな。まあ内政重視の武将を入れておく。そしたら、結城さんでも入れとくかい。さて、じゃあこんなところかな。もう本当に北条も偶然ともしみまで来てるでしょ。残りの兵数3万5000まですり減ってるもんね。これだけすり減らせれば十分に勝機はあるね。で雪村は12万、謙信が10万。で、浅井朝倉はもう当てにならないんで、謙信はこの後勝家に向かってもらうとして、我々はどうする？宿敵、家康との戦いに備えていきますか。ってなると、なおのこと、やっぱりこの謙信がね、張り出してきてるところは、邪魔くさいっちゃ邪魔くさいんで、しっかりと北条領残り全部平らげた上で、信長と同盟を結んで家康を討つっていうのがいいかな。じゃあ親善の使者まで送っとく。遠すぎて無理か。しょうがない。はい。では時間もいい時間になりましたので、一旦ここまでにして、まあ、今回年の差婚っていうね、衝撃の婚姻が結ばれましたけども、次回はこの続き、この婚姻を使いながら、プレイの方をやっていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。